はい、じゃあ今日はですね、お二人に来てもらったんですけれども、通常ね DX コープっていう風なところでいくと、まあ、システムの人がこんなんやりました、あんなんやりましたっていう風にこうやるわけなんですけど、今日はなんとですね、お二人はもともとというかね、システム部じゃないですし、システム素人の人がですね、我々IT の民主化っていうそういうプロジェクトプログラムがありましてね、まあ、そこで第何期生なんだっけか、1期生です。1期生はね6ヶ月やったので、ね、2期生からは、4ヶ月に絞って、これは第8期生までやってね、コープ札幌の従業員の約1割ですね、 10% の人がザピアだとか Google のアップスクリプトガスだとかね、あとはねアップシートっていう、ノーコードローコードツールがあるんだけど、まあ、いわゆる均等みたいな、日本で均等有名なんですけど、ね、それの Google 社のやつっていうのがアップシートってやつなんだけど、そういうのをちょっと研修をしながら、自分の部署の課題を解決していくと。ちょっと後からね自己紹介やるんですけど、それぞれ本部の農産部、野菜とか果物のね農産部とコープフーズの所属なんだけど、自分の部署で、それはプログラムとしてね4ヶ月来てもらって、短期留学なんでね移動してもらって、で4ヶ月経ったら自分の部署に戻って、そこでまた改善をやるというふうな短期留学制度を、コープ札幌はやってます。ちょうど今年24年になってからねやってるんで、まあ、その成果をね今日はちょっと説明してもらおうかなというふうに思います。はい、じゃあですね、まず自己紹介から、はい、行きたいと思いますんで、じゃあ田村さんの方から自己紹介よろしくお願いします。はい、コープフーズ株式会社管理部システム田村葉月と申します。出身は北海道江差町出身です。札幌保健療法大学というところを卒業し、栄養士を持っています。2022年にコープ札幌に入居しました。はい、あとなんか多趣味ってこう、あと魚を好んで捌くってこれどういうことですか？実家が漁師で。実家漁師？はい、そうなんです。何漁なんですか？四季によって違うんですけど、夏は昆布漁、今だと鮭とかもサンマとかも取っていますし。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。磯貝さんの方自己紹介、はい、よろしくお願いします。はい、名古屋市出身で2014年にコープ札幌に入居いたしました。で最初農産部で事務をやってたんですけれども、その後大惣菜の、大惣菜と申しますのは、店舗にある野菜や果物を使ってサラダやカットフルーツを出すんですけれども、そのトレーナーをやっておりまして、その間にですねシステム部で IT 民主化チームを募集していることを知りまして、自ら応募しました。最初パートで入ったんですけど、その後もうちょっと働きたいって申し上げましたら、農産部の事務空いてるからってことで。でも今バイヤーってことなんですよね。はい、だからまあコープ札幌でも、まあ、アルバイト的なところから入っても、はい、まあ、バイヤーになれるって、まあ、そういう組織体ってことですよね。はい、コープ札幌でも業務っていうふうなところをちょっと田村さん、磯貝さん、もうちょっと詳しくお願いできますかね。はい、私の方は現在ノーコードローコードで業務の効率化を図るためのシステム開発というものを行っています。これはもうあれですよね、現在なんで、IT の民主化終わって、で、まあ、いろんなスキルも蓄えられてできたっていうふうなところで、どんどんその、業務効率化を、まあ、デジタルで解決していくことをやっていると、まあ、そういうことですよね。はい、わかりました。磯貝さんの方はどうでしょうか？はい、店舗で作っているサラダやカットフルーツのメニュー開発を主にやっております。うん、あとは自動発注のシステムを農産部でも取り入れましたので、その維持と拡大に努めております。あとは IT 民主化チームで培いましたノーコードの知識をまた農産で生かすために業務改善に努めております。なるほど。はい、ではですね、ここから ICT の民主化のチームでの取り組んだことというふうなところを、お二人の方で、発表をしていってもらいたいかなと思います。じゃあまず田村さんの方から、よろしくお願いします。はい、私が先ほど自己紹介のところにあった通り、コープフーズに移動した時の一番最初の気づきっていうのが、紙の使用枚数がとても多いんだなというふうに感じたことでした。うん、で工場で
仕事をするっていうことがそもそも人生で初めてだったので、その当たり前が分からなかったんですけど、それでもやっぱり枚数こんなに出るものなのかなというふうに思った部分がありまして。なるほど、はい、なんか今映ってる資料のところにこのチャット GPT に聞いてみましたっていうのがありますけど、はいはい、これはどういうのをチャット GPT に聞いてみたんですか。はい、これはその先ほどの食品工場で使う紙の枚数、これが当たり前なのかというのが私の中で分からなかったので、うん、あの従業員数がだいたい石狩コープフーズ石狩工場で630人ぐらいなので、うん、同規模の食品工場での A4 用紙の発注数はだいたいどれくらいなのかなっていうふうに聞いてます。じゃあまさにここに書いてあるプロンプト的にはこれをそのまま入れたっていうことなんですね。はい、はい、そしたらなんて答えが返ってきた感じです。オフィス業務は1日だいたい50人から70人が事務所でやっているっていうのを言ったところ、うん、と月に200から500枚だとすると発注数は毎月3万5000枚ぐらいだよっていう回答が GPT から来ました。で3万5000に対して今の6万っていうのは多いんじゃないかってことですね。はい、はい、これちなみに GPT の何ていうバージョンでやったか覚えてますか。4O です。あ、4O、結構最近のやつですね。はいはい、これね、今多分2024年の、まあ、秋冬にこの動画出ると思うんですけど、今ですね一応チャット GPT の方っていうのは4O っていうものと、あと O1 プレビューっていうのも次のバージョンも出ていてですね、次のバージョンっていうのは、まあ、今みたいにこうなんていうのかな、もっと推論モデルなんで本当にそうかなっていうので、ハルシネーションってあるじゃないですかね、嘘を言うから本当にそうなのとか、もう一回調べてってやるとちゃんとした答え返ってきたっていうのは、今までもね GPT3.5 とかいう風なところあったんですけど、だったらまあ自分で勝手にあの推論しろやみたいな誰しもが思うわけなんですけど、それをねオープン AI 社が取り入れてきて、本当にそうなんですかとか、もう一度よく考えてから回答してくださいとか、やらずともですね、もう一回仮説を繰り返して、回答するように、だんだんと AI の技術も進化しているというふうなところです。じゃあ次のページで、次は温度管理、管理アプリなくて、これはどういうことでしょうか。はい、これが先ほどの気づきからの発見なんですけど、うん、その紙が多い中でも何の紙が多かったんだろうと考えた時に、夕方ぐらいにすごい枚数をコピー機から連続で出してる紙があって、うん、それを見た時にたまたまその時見たのが温度記録の帳票でした。で、もうその見た時点でびっくりするぐらいの厚さの枚数を印刷しているこの温度記録の帳票っていうのは、毎日なのか毎週なのか頻度で考えると、やっぱりその何枚も発注してる紙の一部ではあるんですけど、かなりの数だったので、それを削減できないかというふうに考えて、 IT 民主化中にテーマの一つとして取り組んだアプリがこちらのアプリです。これは温度記録、何の温度記録してるんですか。商品に使う製品の揚げ物の記録を、うん、これで今テストしたのは米飯ラインなんですけど、天ぷら、揚げ物、コロッケ、じゃあ天ぷら油のそこの温度とかってことですか。180とか200度とかではなくて、それは出来上がった商品の温度、製品の中心温度、あ、中心温度、はい、出てきた物ごとに測るんですけど、あ、そんなんてスーパーマーケットって測ってるんですね。あ、そうです、測ってます、中心温度は。この今ちょっと流れているところって、これなんていうもので作られたんですか。これはアップシートで作りました。アップシートで、はい、これはローコードノーコードのやつで、はい、ここに入力して、まあ、さっき承認というボタンも出てましたけど、ちゃんとやりました、はい、承認こうですっていうふうな、まあ、そういうふうな手書きをアプリ化したというふうなところですね。はい、はい、まあ、それで印刷枚数どんどん激減したというふうなところです。はい、じゃあ温度管理の他に美味しいご飯を炊きたいと、はい、いうふうなことにもチャレンジされたみたいなので、これはどういう取り組みなんでしょうか。はい、もう美味しいご飯を炊きたいというのがコープフーズ石狩工場の米飯ラインでの課題でもあるし、うん、目標でもあります、うん、もう美味しいご飯を炊きたいというもので、組合員さんに美味しい届けるためにどうしたらいいのかなっていう部分で、うん、何かできることはないかと考えたときに、うん、次のページの、はい、組合員さんからご飯の硬さについてなんかお問い合わせをいただいた時に、じゃあその美味しいご飯って何だろうなっていう部分で分析するために、天使プレッサーという機械を導入しました。
このテニスプレッサーっていうのはあの資料にあるように米の硬さ、腰、付着、粘りっていうものを、まあ、センサーが出してくれるというのはそんな感じなんですか。はい、これ硬さと、まあ、腰、粘りなんとなく分かるんですけど、付着っていうのはこれどういうことなんでしょうか。はい、付着というのが人が一口お米を噛んだ時に、うん、あの歯とか口腔内に米が付着する程度のことを付着と言います。ああ、なるほどなるほど、はい、なんかあのお寿司食べたかおにぎり食べた時に口の中でハラリといくとかそうじゃないとか、まあね、あのいろいろあるかと思います。じゃあこれを導入されてですね、これあのお問い合わせをいただいた時の調査のために導入ってありますけれども、これはなんか今日のご飯硬いんじゃないとかなんとかって言われた時に、まあ同じく作ってるつもりなんだけどそうじゃないかもしれないなっていうふうなところで、あの過去 の, あの昨日のって言うんだら昨日のデータを見て、あだいまこうでもないっていうふうな、ちょっとそんな感じで使ってる感じなんでしょうか。はい、そうです。お米を炊くときに、あのお米を炊く環境にも左右する部分がありまして、うん、例えばお米を炊くときの水の温度だったりだとか、うん、つけておく浸石時間だとか、うん、と室温だとかっていうのに結構左右されるので、うん、なるほど、数値としては一緒だとしてもその日の外気温がどうだったのかっていう、うんうん、そこまでの分析に進むことができることがこのテンシプレッサーで考えられたので。なるほど。このテンシプレッサーを、デジタルかなんかで どういうふうにこう改善した感じになるんでしょうか。はい、テンシプレッサーを導入した時の評価というのが、はい、テンシプレッサーのソフトの中で、うん、今まではレーダーチャートで出てきた部分が何かの米飯ラインなどに共有するときに紙で印刷して出てきたものを渡して、あの GPT を使ってやったということなんでしょうか。はい、はい、そうです。この GPT 図が基準値と比べてその測った測定値を比べたときに硬いのか柔らかいのかだけでなく1週間の傾向からちょっと最近硬さが柔らかくなってきてますよかを文章化して一つの資料に評価の総評を出してくれる。でそれを紙ではなくてデータとして出るので、あの会社で使っている連絡ツールでデータを渡してその場で見て判断することができるっていう迅速に対応ができるようになった。私もこれをやってみて本当にすごいなと思ったのが、うん、これを GPT 図を作るっていう段階で基準値はこうですよっていうのを文章で与えておく情報として、それをもとに私たちはこの今回評価に使ってる米飯の種類っていうのが4種類あるんですけど、うん、それを自分からこの種類だよと言わずに日々の評価のスプレッドシートの値だけを貼り付けるだけでその文字を判断して。ちなみにその4種類っていうのはどういう4種類になるんですか。はい、今やっているのが白米、うん、酢飯、うん、塩飯、うん、赤飯で、まあ、さっきのところでいくと基準値っていうのは先に GPT に教えておいてなんですけど、多分これからですね過去、まあ、例えば1年の平均を基準値としてやるんだぞみたいなこともスクリプトにこう入れながらやっていくと、まあ、基準値がちょっとずつ何か変わってもそれに対応するようなこともできるかもしれませんね。はい、はい、あと、次あくまでも分析の第一歩で、今回の GPT でネクストステップまだまだ、課題があるというふうなところは今後どういうふうなことをしてより高みを目指そうというふうなことなんでしょうか。はい、この分析の第一歩っていうのが本当に大きいなと感じた部分でもあるんですけど、うん、このテンシプレッサーの測定値というのが本当に正確に測ってくれるんですけど、うん、ただ製品として評価するときに測定値が合っていたとしてもそれで美味しいご飯が炊けてるかっていう判断になるかというそういう考えに至るっていうことに対しての第一歩につながったので、それをやるためにその正確性っていうのはどういう部分なんだろうと考えたときに本当に食べたときの評価とテンシプレッサーの数値が一緒であるかというそういう分析だとかここまでつなげるっていうのができるようになったのがこの GPT 図でやったこともいい。なるほどですね。新たな取り組みっていうふうなところですね。はい、はい、これも同じかな。そうですね、先月の中旬から実際にもう官能評価も同時実施を、これからやるというよりはもう開始されてるってことなんですね。はい、はい、あ素晴らしい。はい、結構たくさんの方に官能評価っていうのが、うん、たくさんの方に参加していただいて実施するのが正しい方法ではあるのでそれを今
実際に初めて何人の方にも協力いただいて、もう大体の傾向というか見えてきたので、うん、ちょっと1ヶ月間今測ってる部分の分析が楽しみです。あ、これは面白いですね、はい。まあ、ちょっと我々もですね、より美味しいものをお届けしようというふうなところの、まあ、努力っていうふうなところは、まあ、常日頃これからもずっとやっていくというふうなところで、それは大体こうだぜっていうんじゃなくて、しっかりこうデジタルとかね、センサー使ってやっていこうというふうなところで、素晴らしい取り組みかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今回の動画が参考になると思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。やってほしい企画とかですね、テーマありましたら、ぜひコメントください。よろしくお願いします。ではまた次回。